はい、そうしましたら、皆さんこんにちは。今日はですね、スマート宅建法令上の制限、1回目ということでお話をさせていただきたいと思います。まずテキストの方を少し見ていただくと、このテキストを使ってですね、進めていきたいというふうに思っております。これが合格テキスト法令上の制限税その他というところになります。よろしいでしょうかね。はい。まずですね、テキストを上げていきますと、内容としてはですね、まず、ですね、ここら辺ですね。目次がこうありまして、法令上の制限というのは都市計画法から始まり、建築基準法、国土、農地、土地区画と、それから、その他法令という、ここまでが一応、法令上の制限というところなんですが、で、税価格ということで、地方税がこの辺不動産取得とかずっと始まりまして、所得がありまして、ここまで。で、から地価公示鑑定評価。で、から免除科目ということで、このテキストからは法令上の制限が8問。だから税、だから地価公示鑑定が3問の5点免除で8問で、全体で16問、このテキストから、出題されていると。いうことで、ご理解いただいたらいいかなというふうに思います。そして、ですね、内容としましては、ここですね。まず法令上の制限、今からやっていくところですが、都市計画法が、まあ、去年も出てます。これ2問出てます。それから、建築基準2問。国土は一つの枝になってます。これ、その他法令のところに出まして、その他法令は宅地造成等規制法が1問出てましてね。農地と土地区画。こういうのが出題されているよということですね。で、コンセプトはこういうふうに見ていただいたらいいです。例えば、今から土地を購入する段階では、当然ながら国土利用計画法とか農地法というような内容が絡んでくると。で、まあ、農地なんかは、農作とかやっていけるかっていう話になってくるわけですね。だから、国土利用計画法は住みよい町づくりということになります。そして、具体的にその土地をですね、造成をして、都市計画とか土地区画ということで、区画整理やったり、町づくりをしていくっていうのが造成関係。で、最終的に土地ができたら、あと建築というふうに、かかってくると。まあまあ、これ当然宅地造成もあるんですが、まあこういう形で進めていって、まあ内容としましてはね、出てるよということが、まああとちょっと5点免除とかは、それでいいのかなと思うんですが、これが一応今日からずっとやっていきます、法令上の制限、都市計画法その他なんですね。で、まずコンセプトをまず理解していただくと非常にいいのかなと思うのは、一つは、都市計画法っていうのは、これまあ、今さっき言いました2問出てるんですが、これは住みよい街づくりというふうな考え方なわけですね。で、建築基準法に関しては、これは、まあ、建築、建物建てる最低基準を定めていると。で、国土利用計画法は、まあ、まさに国土をどう使うかという話になると。で、農地は田んぼや畑どうするんだという話ね。で、街づくりをしていくきれいな区画整理、そしてまあ宅地造成の話とか、それぞれコンセプトがあるわけですね。で、それに関わる状況下で、例えば許可がいるとか届け出がいるとかいう内容に、絡んでくるわけですね。だから、どういう仕組みで作られてるのかっていうのは、やはり理解しておいてもらわないといけないかなっていう。わかるとちょっとね、入りやすいかなという気がします。はい。では、都市計画法というところに入っていきたいんですが、まず出題内容の多いのは、ここ見ていただいたらわかりますように、やはり都市計画の内容。これがまず1問なんですね。大体ね、内容。それと、あとは、この開発行為絡みで5、6ですね。この辺、こう出てるわけですからね。まあ、圧倒的にこういうのが出題として多いということが、まあ、2問ですから、うん、まあまあ、だから、この3で1問、ここで1問やったんですね。まあ、こんな感じの出題になっているというのが、ここ見ていただくとね、まあ、絞りやすいですね。はっきりして。ただまあ、内容を言ったらむちゃくちゃ多いですからね。例えばですよ、皆さん方が、まあ、イメージとしてね、例えば何かご飯食べに行くと、どこ行くか、ちょっと中華料理屋行こうかと入りますよね。
中華料理屋のパッと開けた時にメニューって下から上から下までずらっと見た時にそんな覚えれる方覚えられませんよね。例えば前菜があったり肉があったり野菜やったり、海鮮やったりいろいろあるわけでしょ。ほんないっぱいある。これが内容ですから、それは確かにそのプランされたその都市計画の内容っていうのはいっぱい出てて、当然今言ったね、この内容っていうのはごつよいわけね。で、具体的にそのやっていって、その料理をしていって、最終的にそのやるのがこの辺のね、話にはなってくるわけですけども、まあまあそういうふうな話で内容っていうのはやっぱり一番ね、多いわけですね。この辺が、まあ理解としてはね、まあまあ、かなり決まり事を知っとかなあかんっていう理屈よりはね、なんですけどね。はい、その辺がまず都市計画法の構造っていうところからね、コンセプトやね。都市計画法は何のために作られているのかと。はい。都市計画法は、計画的な街づくりをする。計画的な街づくりの方法なんですよと。いいですね。これをまあイメージしていただきたいと。だから、住みよい街づくりするために何がいるのかということですね。ですね。はい。まずは一つ目は、都市計画区域。場所を決めるわけです。先ほど言いましたように、ご飯食べに行くんやったら何にするんだということですよ。それがフランス料理なのか、炒飯なのか、中華なのか、和食なのかっていうのを決めないと、それは行けへんわけですよね。店に入ることも。何でもええわ、いうわけにいかないわけですよね。ですね。だから、まずその中華料理を食うためには、ね、まず都市計画をなさい。まずしなければならないのは、どこの場所を計画的な街づくりするんかと。中華料理にするんかフランス料理にするんか決めなきゃいけませんわな。これは場所の指定です。このいわゆる場所のことを都市計画区域というわけよ。街づくりを作るプランね、していく場所のことを都市計画区域と呼んでますと。そしてその都市計画ね、書いてあるんですね、街づくりをしていく行っていくわけで、都市計画法ではね、そのメニューを用意してる方法、メニュー、これはメニューないと困りません。中華料理屋入ってもメニューがね、実際にですね、計画的な街づくりを追っていく国とか都道府県は、国や都道府県などは、都市計画法は用意しているたくさんのメニューの中から、適したものをいくつか選んで、それ全部食べませんからね。オーソドックスね。で、まずどうしていくのかというと、まず都市計画の中で、ですね、都市計画区域という中で、積極的に行う場所と、抑制する場所の二つに分けると。で、その積極的に行う場所のことを市街化区域と言います。もう町です。東京であるとか大阪とか名古屋とかこういう町です。それに対して開発を抑える場所。これが市街化調整区域です。市街化調整区域になります。いいですか？はい。で、このまあ二つになりますよと。つまり、市街化区域というのは、例えば商業やったり、工業やったり、住宅を作る場所。調整区域は自然を残して、漁業、林業、農業というような、まあまあ、どっちか田舎みたいなものにしていくよと。こういうふうに言ってるわけですね。いいですか？はい。そして、その、都市計画区域を市街化区域と、まあ、こういうふうにしていくですね。で、それを二つにまあ分けまして、いいですか？分けたのを今度は、次にその中で使い道を決めましょうと。だから使い道が決まってるから、これを用途地域というわけね。の指定を行うわけ。いいですね。まあ全部で13、今年改正入りましてね、10にやったのに住居系が一つ増えて8個になりましてね、8、2、3ということで、住居系が8、商業系が2、工業計画3、8、2、3の13の用途地域があります。こういうのをまあやっていくと。この辺には家建てます。この辺にはビルというのは分けていくわけよね。で、都市計画区域の中のね、その区域を分けていくと。そしてまあ計画的にやっていくということで、まずは一つ目は、どういう、それをどういうふうに今度具体的にやっていく方法は、まず道路を作る。公園、上下水道とかね。送電や学校やこういうやつ。こういうのはいわゆる施設と言います。これは都市施設の都市計画だとこういうわけよね。これは、まあまあ、
近くにね、皆さん方が住んではるところには道路や公園やそんなありますわな。学校とか病院とか。こんなのが都市施設というふうに言います。で、これらの施設を単体で設置しているのはもちろんですが、まあ、どっちかというと町としてね、一定の区域として定めていく。どっちかというと大きい、総合的な開発やね、整備する。これが市街地開発事業という、呼んでます。だから、大きく言いますと、何かやっていく言ったら、都市施設を作るというのと、それと今言ったように、町を作るっていうね、この二つが実際の事業です。さっき言いました、市街化区域と市街化調整区域に分けるだって別に何も建ててないですからね。具体的に作るのはここですね。で、もう一つは、個々が勝手にですよ、そんなの乱開発を行ってしまうと困りますでしょ。そこで都市計画法や建築基準法なんかができると。で、一つの制限を加えるわけよね。ここに。これが都市計画制限と言います。なお、都市計画法は都市施設の建設事業や市街地開発事業が行われる場所で、今さっき言いましたね、具体的にやる場所で、個人がこれらの事業の妨げになるような建築行為などをね、する場合には制限をしましょういうのが、これが都市計画の制限と呼ばれてますよと。制限します。こういう流れで作られてます。まあ、当然今日全部やるわけじゃなくて、一応流れをね、今お話として、作らせていただいているわけなんですけどね。では、具体的に都市計画、準都市計画区域からですね。さっき言いましたね。区域を定めると。A 県の北部の湿地帯を従来都市計画を行われていない地域ですが、近年新幹線の整備より、都心へのね、通勤圏となり、無秩序な市街化が目立つようになったと。そこで都市計画法では、計画的なまず何に着手したらいいのかということですね。はい。これが先ほど言いましたように、街づくりするためには、これですね。街づくりを行う場合、その場所を決める。これが都市計画区域ですよね。こういうですね。下のこの図にありますよ。こういう図ね。都市計画をやっていく。まあこれ丸にしてありますけど、都市計画。こう道路を作って、こんなとこに、まあマンション建てたり、いろんな建てたりっていうね。こういうふうなことをやっていく。これが都市計画区域というのを作りますよ、ということですね。はい。そして、そしてということで、ここね。これはまあ当たり前なんですけど、都市計画法は、町づくりの設定法律ですから、これ原則都市計画法は、都市計画域内に適用と。当たり前。だって、都市計画やるための場所を作ってるのが当然都市計画ね、になりますよな。当然。で、次ですね。都市計画域はどうかというと、どこに指定するかと。どこにして。都市計画はね、ここ、行政区域とは無関係。例えば、都道府県とか市町村、こんなん、もっともっと大きい。日本 Z 全部という、高速道路なんかごっついですからね。はい。そこで、都市計画は一体の、これ、整備。開発及び、これ、マスタープランと言うんですが、都市計画は、行政区域と無関係に、ですね。神戸市とか、大阪市、大阪府とかこんなの違います。ね。誰がやるのか、ですね。一つの都道府県の中でやる場合は、これは都道府県になります。2以上になりますと、国土交通大臣の指定。これ大臣になりますからね。違いますからね。ですか？はい。それがここね。一つの都道府県の場合は、関係市町村の意見を聞いて、審議会の議を経て、大臣が同意を得て、知事が指定するという。二つの場合は、もうこれ都道府県の意見だけで、そして大臣の指定とかね、大臣の指定になります。こっち、まあ都道府県の方が原則やからね。いいですね。はい。整備総合的に開発して、都市計画区域。行政区域とは無関係。都市計画区域は都道府県が指定する。複数の場合は大臣というふうになってますからね。まあ、一応ですね、都市計画区域の話で、一つ、やっておくと、これになります。
まあ、これちょっと申し訳ない、関西でね、全国で見ていただいている方、兵庫県とか大阪とかちょっと言葉近いところで僕ちょっと今大阪で撮ってるんですけども、市街化区域と市街化条約、これ線引きっていうわけですね。だから非線引きのは線引きをしてないっていうね、これが都市計画区域内なんですね。で、準都市計画区域を含めてここが都市計画区域外外なんです。で、大阪府はもうほとんど都市計画区域内です。まあ、特にこれなんですけどね。兵庫県は結構田舎です。区域内、これね、これが 53%、 これ 47% はこれなんです、区域外。まあ、スキー場も多いですね。兵庫県日本で一番ゴルフ場も多いですからね。神戸市、神戸政令指定都市は、これはまあ区域には入ってますけどね。まあ、ちょっと余談っていうか、別にこんなんを知ってないとあかんっていうわけじゃないんですけども、まあ、ちょっとね、やっておきました。はい。で、次のところ行きまして、28ページなんですが、準都市計画区域ね、書いてあります。これは準ずるところなんですね。あんまりだから開発はしませんですね。だからここポイントはまずこれね、都市計画区域に指定されていないところね、していないね、ところ、まあ、だからまあ都市計画区域外っていう場所ね、外にやります。で、こういうふうなね、大型のインターチェンジが田舎にできたらこれかなんでしょう。だからちょっとまあ規制かけましょうかということでね、さっき言いました、都市計画区域外の場所において、まちづくりはしない、この言葉ね、なんか問題ではまちづくりをするためにじゃなくて乱開発を止める、これが準都市計画区域の指定なんですですね。で、指定の手続きがここに載ってますね。関係都道府県審議会の意見を聞いて、都道府県が、都道府県一緒やね、手続きね。はい、これがここのところに出ております。都市計画、準都市計画区域の指定の話ですが、準都市計画区域は都市計画区域の外、まちづくりはしませんよ。準都市計画区域は都道府県が指定、都道府県ね、この辺も間違いのないようにね、しといていただきたい、ところじゃないかなというふうに思います。よろしいでしょうかね。準都市計画区域と都市計画区域の関係ね、いいですかね。今ずっとお話を、させていただきましたけどね、この辺間違いないでしょうかね。はい。今ちょっとお話しさせていただきましたのが、都市計画区域、準都市計画、まあ、全体的な流れもお話をさせてもらったんですが、まずは要するに場所を決めてやっていかなあかん時の内容、それが都市計画区域の話。ただ都市計画区域に入らなくても、そういうちょっとね、乱開発されると困るようなところをチェックしたいということで、準都市計画区域というのをね、割と田舎の方です、準都市は。割と都心にはあまりないです。大体都市計画区域が多いからね、まあ、そういうふうな作りがありますということね。あんまり都市計画区域、準都市計画区域だけの出題ってそんなにはないですね。全体的な今言いましたところでね、言い方として、まあ、当然圧倒的に多いのは内容と開発行為というところにはなっていくんでね、まあ、この辺からそんな話をね、ずっと何回かに分けて聞いていただくようなことにはなるのかなとは思うんですが、まずは今日やってる今の1回目の、出だしの都市計画のところでは、都市計画区域と準都市計画区域何が違うのかと、まちづくりをするのは都市計画、準都市計画区域はまちづくりはしない、だから都市計画区域外のところでチェックをしましょうと、インターチェンジなんかできたら困るんでね、まあ、そういうふうな話が1回目の内容になります。まあ場所を決めるという、さっきもね言いましたように、中華料理屋にするんか、フランス料理屋か、それとも日本料理かっていうのは決めないと何も先に進みませんのでね、まあ、その辺の内容を今お話をさせていただいた辺です。まあ、直接あんまり出題としては少ないんですけども、流れとしてね、なんでこんなん作ってるのかっていうのはご理解いただいておいて、次へ進んでいけばいいかなというふうに思いますんでね。今日今やりました1回目に関しましては、都市計画、準都市計画区域の指定の話をさせていただきました。スマート宅建、法令上の制限1回目、この辺で終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。